こんにちは、鎌倉美容院田中です。今回もですね、2022年の2月号のニュースということで、1月に開店したお店をご紹介させていただきます。で、今回からは、ニュースとかも、ちょっとしたニュースがあるのでご視聴いただければと思います。で、まず1月1日にオープンしたお店があります。それが羽根付き焼きおにぎりゆうさんですね。で、こちらは小町通り沿いにあるお店です。和装こそでさんの1階にオープンしました。で、1号店は東京にあるそうで、2017年頃に東京でオープンしたそうです。なんか1回マツコの知らない世界っていうテレビの番組にも出てたそうです。で、私も行ってきましたよ。初詣と一緒に行ってきました。で、味の種類はバター卵かけご飯とか、ツナマヨ柚子胡椒味とか、チーズリゾットとかありましたね。で、あと柿醤油バターとかもいろんな種類がありました。で、私が今回頼んだのが、だし醤油ですね。だし醤油羽根付き焼きおにぎりを頼みました。で、注文したらその場でプレスして焼いてくれるので、ほかほかな状態で出てきました。はい。で、パネルの看板で見たものよりも羽根の部分はちょっと小さかったんですけども、羽の部分はパリッとしていて、おにぎりの部分はふわっとしてますので、なんか不思議な食感でしたね。はい、美味しかったです。で、次がおう団子モンブランっていうお店ですね。おう団子いいですね。で、このお店は1月8日にオープンしました。で、期間限定でのオープンっていうことだそうですね。で、元ブランチキッチンのお店だったところですね。ちょっとブランチキッチンちょっと閉店しちゃったんですけども、その場所に新しくできました。で、商品のラインナップはというと、モンブランですね。なんか最近流行りの、なんか糸状のモンブランみたいな、ギュッて出して、なんかかけるやつみたいな。で、期間限定ってことで、いつまでかちょっと書いてないんでわかんないんですけども、閉店するうちに、行ってみてはいかがでしょうか。はい。で、次のお店が、大船にある、クエさんですかね。クエって読むんですかね。ちょっとわからないんですけど、そのお店が、これも1月8日にオープンしました。で、大船の、栄えてない方ですね。岡本の方です。岡本の大船プラザの2階のところに新しくできました。中華料理ですね。で、これが、鎌倉の扇ヶ谷にある四川料理店の一蓮離れさんで修行した方がお店を開いたそうです。で、結構高級店なので、ディナーになると、1万円を超えるそうなので、お金に余裕がある方は、ぜひ行ってみてください。確かに大船ってあんまり高級店って聞かないですよね。結構大船で高級店って穴場かもしれないですね。ぜひ行ってみてください。で、次が、サムシングスコーヒーハウスですね。こちらが1月の11日にオープンしました。で、極楽寺駅から徒歩2分のところです。で、私も直前まで行ってみたんですけども、普通のこんな自宅だったとは思わなかったですね。ちょっと入ろうと思ったんですけども、ちょっと入る勇気がなくて行けませんでした。多分地元の人とか、あと、元から知ってる人とかが行くんですかね。ちょっと入りづらかったですね、正直。はい、極楽寺近くの方は、ぜひ行ってみてください。で、次が、テイラー鎌倉でいいんですかね。これが1月22日にオープンしました。で、場所はというと、椎ヶ浜東にある、珊瑚礁本店の近くですね。声優とか、ここからファインの近くにあるカフェですね。で、このカフェ、トリミングサロンも併設されてるそうなんで、ワンちゃんウェルカムのお店だそうですね。で、なんか今、トリマーを募集してるそうなので、正社員のトリマーさん募集してるそうなので、見ていただいてる方で、トリマーさんいらっしゃいましたら、ちょっと気にかけてもいいと思います。あと最後が、このドラッグストアがオープンしますっていうことで、鎌倉、梶原店っていうことで。でもうちの近くにできたの本当に便利ですね。ありがたいですね。長く続いてほしいですね。はい、以上が、1月に開店したお店についてでした。で、次からは、ニュースっていうか、鎌倉に関する出来事っていうか、そういうのを話していきたいと思います。で、まず一つ目が、大船駅の駅キャラ総選挙っていうことで、今大船駅、で、募集されてるんですけども。ちょっとこれ、放送するのが2月なので、もう募集は終了してるんですけども。で、大船駅で、4つのキャラ、どれがいいかっていう投票を行ってるんですよね。で、それが、こちらなんですけども。なんか、
まあ、手抜き感がすごい、うん、手抜き感っていうか、なんだろうな、これどうやって募集したんですかね。面白いですよね。皆さん どれ選びたいですか。これ選びました、皆さん。1番がオーネックスでいいのかな、オーネックスくん、成田エクスプレスから生まれたTレックスで、2番が大船まず、地震を早く察知することができる。なんで大船で地震で、3番が大船っしー、横須賀線をゆっくりと進むねっしーで、4番が船ぴょん、まあ大船だからね、まあ船なんでしょうね。うん、どれ選びますかね。私なんかパッと見2番がいいかな。なんかハクション大魔王に出てくるキャラみたいな、ハクション大魔王か、そもそもこいつ似てるな、ちょっとなんか2番かわいいっすね。まあ他もかわいいっすね。でもフナピョンとか大船っしー、すごい違和感ありますよね。ちょっとオーネックスくんも大船あんま関係ないからな、これ。まあどれが当選するのかちょっと楽しみですね。あとは、鎌倉殿の13人が放送されましたね、1月9日から。皆さん見てますか。私結構見てるんですけど、もう第3話まで見ましたね。結構俳優さんが結構豪華ですよね。まあ主役はもちろん、もうめちゃくちゃ有名な小栗旬さんなんですけど、他の脇役の人たちもすごい豪華なんですよね。ガッキーも出てたりとか、あと小池栄子とか、あと歌舞伎俳優の猿之助さんとか結構出てましたね。で、第3話で頼朝と政子の子供がもういるんかみたいな感じでしたね。まあ鎌倉に住んでたら見なきゃいけないですね、これは。で、あとこの撮影の日なんですけど、大船でなんか火災が起こったそうですね。老舗の和菓子屋さんのところの建物が全焼したみたいですね。結構最近火事が多いですね。なんか鎌倉でも大町で7棟ぐらいが全焼したっていうニュースがあったんで、結構気をつけたいですね、火事に関しては。まあ原因はちょっとわかんないんですけど、まあ火元とかキッチンとかしっかりガス元からまあ閉めるっていうのも大事だと思いますね。まあ、以上がニュースでした。まあ今回はこんなところで、まあ2月号のニュースということで終わらせていただきます。はい、まあ今回もご視聴ありがとうございました。あとここからですね、2022年の YouTube の戦略っていうことで、まあ、ちょっとお話しさせていただければと思います。で、1月から3月は、鎌倉移住の方に向けた動画を、まあ、主にターゲット絞ってアップさせていただければと思います。なのでちょっと、鎌倉に住んでる方で、まあ、見ている方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、ちょっと移住者対象の動画を結構上げていきたいと考えてます。3月までは。で、4月からは、もう、結構移住してくる方も、まあ、比較的数は落ち着いてくるので、まあ、鎌倉のお店の紹介とか、あとまあ、鎌倉のいろんな動画を上げていきたいと考えてます。ですので、まあ、このチャンネル、結構、今年は結構頑張っていきますので、1月だけでも結構上げたんですよね。2日に一遍とか、3日に一遍とか、頑張ってますので、はい。応援よろしくお願いします。